ニュースのコンサートに行ってきました。はい、チンパンです。今日1月、2019年1月6日なんですけど、ニュースのコンサートに行ってきました。明るくて分かんないか。男だけどちょっとニュースが好きで、でたまたまあのルームメイトの中に、まあ、海外から来た人なんですけど、ジャニーズが好きでチケット取れたから一緒に行かないって誘っていただいたんで行ってきました。いやー、かっこよかった。本当にみんなかっこよかった。ただまあ自分は小山くんのファンなんですけど、本当にね、あの会場の雰囲気は、あ、東京ドームでコンサートがあったんですけど、映像だったり光だったり照明だったりそういう演出とかがすごくて、最後はやっぱ感動しましたね。いやー、かっこよかったね。なかなかね、一人では男一人では行きづらいっていうのはあったんですけど、まあその女の子の友達が、あ、じゃあ一緒に行こうかって誘ってくれたので、人生初でしたけど行ってきましたよ。本当にこれはね、感動するね。ということで、まあシェアハウス入ってるとね、あのルームメイト同士であのどっか行くっていうこともあるので、すごく楽しいです。また次の動画でお会いしましょう。はい、楽しかった。バイバイ。